ドジャース、オリオールズ、27日、日本時間28日、ドジャースタジアムドジャース大谷翔平投手、30、が、オリオールズ戦の試合前練習で3日ぶりにキャッチボールを行った。写真、大谷翔平が手術後初のブルペン入り25日、日本時間26日、のレーズ戦で支球を受けた左手首付近には青いテーピングはしながらも、ボールの補給も通常通りだった。 この日の試合前、ロバーツ監督は左手首は問題ない。CT スキャンもレントゲンも取って骨に異常はなかった。大事に至らなくてよかったとした。大谷はこの日のオリオールズ戦に1番 DH でスタメンに名を連ねた。